第90ミサイル航空団はアメリカ空軍の部隊。空軍宇宙軍団第20空軍傘下の部隊であり、作戦式場はアメリカ戦略軍の指揮を受ける。大陸間弾道ミサイルを運用する部隊であり、司令部はワイオミング州フランシス・イワーレン空軍基地に所在。自認は約4500名。4個軍で構成されているが、うち第90作戦軍が主力であり、 他の3個軍は支援部隊である。9 0ージーは3個、ミサイル中隊及び1個、ヘリコプター航空隊で編成されている。ミサイルサイロは、ワイオミング州からコロラド州にかけての広範囲に配置されており、ヘリコプターは人員輸送、兵站支援に用いられる。 ナインティスメガワットの前進は1942年4月15日にミシシッピー州で創設された第90重爆撃軍である。第2次世界大戦においては B-24 を装備し太平洋戦域で活動した。1946年1月27日に編成解除された。その後は1947年7月1日に 第90超重爆撃軍が編成されたが、これも1948年9月6日に編成解除された。1951年1月2日に第90中爆撃航空団として B-29 を装備し編成された。訓練部隊として B-29RB-29 を運用した。1953年には、 第90中戦略偵察航空団として RB-47 と KC-97 を装備した。1956年に第90爆撃航空団に解消された。1963年にミニットマンエコビエムを装備し、フランシス・イーワーレン空軍基地で再改編により、第90戦略ミサイル航空団となった。 1986年からは、ピースキーパーを運用する4番目のミサイル中隊が編成されたが、これは2005年に廃止された。この間、名称も第90宇宙航空団に解消され、2008年7月1日からは第90ミサイル航空団となっている。ありがとうございます。